アグレッシブなダンスミュージックとかこれ作れそうっすよね。今回はオシレーターシンクという機能についての解説をしていこうと思います。オシレーターシンクとは、オシレーター同士の周波数を強制的に同期させることにより複雑な波形を作り出す機能です。今オシレーターの1と2が同時になる状態にセッティングしてあります。オシレーター2のチューンを動かしてみます。オシレーターシンクをオンにして、オシレーター2のチューンを動かしてみます。エッジの効いた音になってますよね。オシレーターのミックスを絞って、オシレーター2のみの発音にしても、オシレーターシンクの効果はかかったままです。アグレッシブなダンスミュージックとかこれ作れそうっすよね。